私ポジメ、はい、ポジメキ17年スーパーポジメティーチャー福地でございます。このチャンネルですよ、私が毎日あなたのためにですね、少しは前向きにポジメになっていただけたら嬉しいというポジメチャンネルでございます。さあ今日の話いきましょう。今日ですね、カルマの法則というですねお話をしたいと思います。カルマの法則なんだそれと聞いたことない人もいると思うんですが、これはですねインドの仏教以前のですね、昔からある概念の話なんです。原因と結果の法則とも言われるですねものなんですよ。日本で言えば因果応報ともですね言われております。じゃあ一体それ何なんだと言ったらですね、例えば今自分が生きている、これは自分の祖先、それで自分の両親が出会って愛し合ったからこそ僕が生まれたわけです。これは原因があって愛し合ったことがあって、そして僕が生まれたという結果があるということですね。もういろんなことでこれは全部全てに言えることなんですよ。美味しいものを食べてね、それが体にいいものを食べれば健康になる、逆に言うと体に悪いものをいっぱい食べれば不健康になる、これも原因があって結果ですよね。例えば自分が悪いことをいっぱいしてる、人を殺してしまった、そしたら捕まってしまうね、原因があって結果があると。逆にいいことをいっぱいしたと、そしたら周りからいい評判が広がって自分にもいいことが返ってくる、これも原因と結果、まあこの世の中全てこのカルマの法則の中にあると、そういうふうに、ね、考え方なんです。じゃあ一体何を僕が言いたいかといったら、今あなたは幸せだと思いますか、不幸だと思いますか、もし不幸だと思うと答えた人がいるのであれば、それならきっと原因があるわけです。で今まで生きてきた中で自分が全ての選択をしてきて今の自分があるわけなんですよ。原因があって、そして今の結果が不幸であると。じゃあ自分が何ももし変えなければその状態というのは変わらないということなんですね。でも自分がいや今のこの状態嫌だと、もっともっと自分が幸せと思うような状態になりたいというんだったら、これからの選択を変えていこうということなんです。例えば今まではですね、人の悪口を言いまくって、誰かの秘密も暴露しまくって、そして人のね、相手に対して思いは全くないような人だったら、やっぱりこう疲れるわけないし、どん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 人は離れていきますよね。僕もそういう時期があったんですよ。だから僕はポジティブ力17年、僕は17年前にその自分の負の連鎖を止めようと、まずは人のいいところを探そう、人の悪いところを探す目じゃなくて人のいいところを探す目になろうと、そういうふうに考えて、人の悪口を言わなかったり人が喜ぶようなことをしていこうと、そして自分に対しても優しく思いやり持っていこう、だから自分に対してもちゃんと休養を取って休みを取って、ちゃんと体にいいことをしてか、適度な運動をしてと、そういうふうに考えてやったからこそ今自分が幸せっていうのは全て原因があるからこそ今のこの結果があると。今こうやってせっかく見ていただいた今の皆さんがね、今の状態が幸せって言うんだったら今のまま言ってください。めちゃくちゃ幸せです、あなたは素晴らしいです。もし不幸だなとかすごいついてないなと思うんであれば、今から行動をちょっと変えてみて、そこには原因があって何かを変えれば必ず結果が伴ってきますので、ぜひともこのチャンネルを見たのがねすごく僕はラッキーだというふうに捉えてね、これからこのカルマの法則を考えて上で原因と結果、これをですね全て自分の責任だと認識して、ちゃんと幸せな人生をみんなで送っていきましょう。ということで以上、毎日、ポジメ！ご視聴ありがとうございました。